はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、ガンダム戦記バトルフィールドレコード宇宙世紀0081、今回こちらをやっていきます。まあ、ガンダム戦記2種類あるんですけれども、こちらはプレイステーション3で出た新しい方ですね。まあ、内容としてはね、あんまりね面白くなかったのは覚えてないんですよね。ミッシングリンクもそうなんですけど、ではステージ1やっていきましょう。遊撃特務部隊出撃。宇宙世紀0079、12月31日、ジオン公国と地球連邦政府による人類史上最大の争いは、ジオン公国軍の最終防衛ラインである宇宙要塞アバオアクーにて最後の激戦を迎えていた。ジオン公国の若き左官エリク・ブランケ少佐は、熾烈なる戦場の中を愛機ゲルググで駆けながら、ある福音を待ち続ける。水天の涙作戦。それはジオン公国と地球連邦の優位性を覆しうる可能性を秘めた一大地球強襲作戦。特務部隊インビジブルナイツこそがこの作戦を完遂すべく結成された部隊であり、それを率いるのはエリク・ブランケ少佐であった。そして彼は豪華に燃え上がるアバオアクーの戦場の中にその身を投じながらも、ただ水天の涙作戦による勝利の福音を待ち続けていた。だが膨大に膨れ上がる戦闘の光は戦局を予期せぬ方向へと傾けていく。ギレンザビ総帥の死、司令部を失ったジオン軍はこれを機に指揮系統が乱れ、連邦軍に最後の進撃をかける機会を与えてしまう。敗色は多くの時を待たずしてその濃度を増し、前線部隊には戦線離脱の兆しも見え始めた頃。戦闘の光が減った。何があった？何でしょうか。爆発の光が減っているぞ。あのミノフスキー粒子が濃くて通信がつながらないんです。これだ。終局を迎えつつあるアバオアクー、命が消える輝きもまばらとなった戦場からは、月と地球が共に連なり太陽へ寄り添う姿が見えていた。そしてその月面にはマスドライバー施設の射出バレルが太陽光に反射して輝いている。水天の涙作戦は実行されたのだろうか。地球が憎くて落とすわけじゃない。分かってくれ。やがてアバオアクーは陥落し、一年戦争と呼ばれる大戦は月面都市グラナダでの終戦協定調印を経て地球連邦政府の勝利により終結。エリク・ブランケ少佐は唯一任されていた水天の涙作戦の遂行にも参加できず、そして一時に託された仮の戦場を守り抜くことさえもかなわず、彼が開戦前より焦がし続けてきた真の自由への熱情はスペースノイド独立という誇りへ生まれ変わることもないまま屈辱の泥にまみれた。時は流れ、宇宙世紀0081、偽りの平和の鐘が鳴るその裏で、戦いの豪華はなおも世界を赤く染め上げていた。先の大戦中に地球へと降下したジオンの残党たちが、地球連邦とジオン共和国との協定が偽りであると断じ、世界各地で散発的なゲリラ戦を開始。これに対し連邦軍はジオン残党を根絶すべく活動を再開するも、大戦後の人材不足による急速な軍縮を迫られ、その結果ジオン残党の後手に回る失態を犯し続けた。この局面を打開するべく連邦軍はゲリラ掃討を主任務とする遊撃特務部隊ファントムスイープ隊を設立。その隊長として41号作戦の英雄ユーグ・クーロ大尉を任命し、
ジオン残党の殲滅任務に就かせた。ファントムスイープ隊とインビジブルナイツ、今なおくすぶる火種の中で両者の運命が引き合う時、偽りの平和に隠された新たな戦いの火蓋が今切って落とされた。宇宙世紀 00801月3日、これはジオン側だね。でも会話が赤くなってるってことは、今回は連邦の方で進んでいくのか。こいつらさ、どうやって暮らしてんの？だって戦争が終わってさ、もう別に軍人じゃないんでしょ？ジオンは負けたよ。君たちもちゃんとした職に就きたまえ。まずはハロワへ行こう。どうしてんだろうね、食べ物とかさ。特にのモビルスーツ配備してたっけ。なんかブラウブロとか作った気がするからね。ブラウブロとか絶対地球じゃ使えないし。これだけ見ると体の状態がわからん。いや、そんなこと言われてもね、怪我したやつなんて足手まといにしかならないよ。何を言っても聞かない男だ。単なる自己中じゃねえか。完全に放棄したな、自己中男の世話を。降下の時は HLV はこの頭だけで大丈夫なのか。大気圏に突入するだけだからね。直ちに停戦、節限の準備。
遊撃特務部隊出撃。足が重い。超怪しい奴がいる。41号作戦って何？こんなイカれたさ、上官とか本当にいるの？よくこんなやつがさ、こう軍部の方で偉くなれたよね。いや、全く聞いてねえよ。とりあえずゴドウィンがトップか。少佐なのにオペレーターなんだ、すごいね。注意、こいつも注意。上官ってどんだけいるんだよ、まったく。オーガスタ基地。初陣なんだ。階級とこの実戦経験のあれがよくわからんな。テストパイロットだけで注意にのし上がったのか。アフリカ大陸赤道付近、暑そう。クーラー効いてんのかな、ガウとか。そんな顔つきだけでさ判断されても困るよね。こいつが通信要員か。こいつの階級は？
内勤だね、内勤。おお、めっちゃ長いね、報告書。お、これはガンダムの設計図か。テストパイロットとして潜入したスパイ。まずはオデッサへ向かうと。水天の涙作戦。アフリカ大陸北部岩石砂漠地帯。なんか見回ってる感じだね、ジムが。言ってること同じじゃねえかよの風作戦。あ、やっぱりアフリカ大陸なんだよね、ジオン残党がいるのは。スナイパーだ。的確にジムを破壊していってる。おお、結構いるね。決断が鈍いよ。お、ミニトレーから撤退信号。
こいつもかわいそうだよね、少佐なのにさ、巻き添え食らって。ジムコマンドに機動性があるとは思えないんだけどな。その案乗りました。前線本体が一機も撃破されずに敵軍ユニット全滅と。マジか、こいつらだけでやんの。左右に展開してるからな、どういくか。とりあえず左から行く。全員固まって移動したいけど、それで大丈夫かな。2対2で分けるって言ってもね、一機トラックだからね。ちょっとトラックを移動させて攻撃に入れるかな。まだ入れねえか。トラック狙われんな。回避していこう。でまあ反撃はしていくか。ジオンの残りかすがさっさとくたばれてんだ。トラックはまずいよな。トラックは右からの部隊が付け狙っている。まずこいつで倒すでしょ。彼らも撃ってくる。ならば撃たなければ。てかさ、2発で倒せないっていうところが痛いよな。3度から。ファントムスイープ隊、これより攻撃を開始する。おお、いいね。でこの2人で攻撃をして、あ、危ない危ない、キャンセルしてしまった。お、テンションが上がってるから攻撃力が上がってる。でとりあえず左の部隊はなんとかなったか。であとあのミニトレイが左に来てくれるかどうかだよね。それだけの知能を持ち合わせているかどうか。これで右に行ったらアホとしか言いようがないでしょてか動かないし。一体バズーカ系はやっぱ強えな。ホバートラックか。2発食らったらもしやおじゃん。ジムじゃ無理だ。ジムじゃ、全然間に合わん。
4700か。う、こいつもやばい。なんでこいつは動かないの？まあトラックだな、狙われる分にはいいけどさ、ドムとか絶対やばいでしょ。まずこいつでこいつを倒す。え、入れない。3人でかかればなんとかなるけど、こいつは入らないんだよな。で今度は下から来るやつら備えないといけないからと思ったけど、右のタックがいるな。まあいいか、それはこのジムコマンドに任せよう。やられる。次食ったら死ぬんだけど。ドムが来るね。このトラックマジ何してんの？意味がわからん。ザクラ通貨の射程が広い。このコバートラック食らったらやられるな。おお、かわすねー。でまずこのザクを倒す。でやっぱりね、ドムが危険だよね。ドムのバズーカが。ここからは当ててかわしてくれるのを祈るしかないかな。3人がかりでいくっしょ。絶対3人がかりじゃないと倒せないからね。オッケー。誰かがね超強気になってくれればいいんだけど、またそこまではいかないか。どうする。右側にトラックが移動してるから右側の敵を倒していくか。入らんね。痛い。これは支援はいらないっしょ。90とか。それでも攻撃をするしかない。おらんけ。で、こいつで倒すか。なかなか辛い戦いだな、これも。最近前半戦がきついよね。なぜ左へ移動するあいつは。アホが。あのトラックはマジ混乱してるな。反撃でビームガンだけでいいか。本当にギリギリの戦いだな。
って2人で大丈夫でしょう。まあとりあえずこれでなんとかはなったな。最後は隊長が決めるか。お前を野放しにはできない。逃がさん。何？よし、なんだかんだで達成できたな。任務完了。砂漠の風作戦は失敗に終わったって、お前ふざけんな。そうだな、スパイはいるよ。情報が漏れてるからね。大変だね、本当に。イフリートの鳩。君はイフリートも知らないのかね。どうやって奪うかだよな。あ、起動実験するんだ連邦が。どんだけのモビルスーツがあるか。こっち側、こっちっていうかジオンだけど、オデッサ基地。鹵獲モビルスーツ。そうか、マクベの開発しているのは癖が強いんだ。ピリピリしてるね、こいつも。
こいつの顔さなんかすげえ生きてる感じがしないよね。生気が感じられない。顔が死んでるよな。こいつは内勤がいいのかな。めちゃくちゃ接近されてるじゃないか。これ何？ザクワンじゃん。いやララーじゃないとね導けないよ。残念ながらタチアナにはね導く能力はない。え、この距離感ってどうなの？だって本当に連邦気づいてないの？こんなに近くにいるんだよ。ジオンに栄光を。ようやくかよ。そうは言ってもね、モビルスーツ3機しかいないからね。飯も食ってないのか。ここはみんな出れんね。でね、ホワイトベースなんだよね。ブラウブロとか乗ってっかんね。まあしょうがない。エリックを撃破。デュークがエリックを撃破か。こいつはすぐ近づいてくるのかどうかだな。まあ、とりあえずザンジバルは前に出て。ミサイルでいいかな。マザラタックはね、ほんとめんどくさいんだよね。このマズラトップを倒さなきゃいけないから。でそうか、イフリートだな。イフリートのレベルを上げていきたい。弱い。でゲルググを出そう。あれゲルググは基本でもあれか、宇宙用か。まあ地上でも使えるけどっていう感じだよな。このマゼラトップを倒して宇
当然経験値が入るからな。よし、レベルアップ。で、こいつは帰るか。あとビショップか。こっちでいいかな。で、後ろのザクは近づいてくるのを待つか。11レベル。帰ろう。で、こっちも帰ろう。で、マスターのクレトジオングは出しておこう。下に出しておこう。一番射程がなかったのこれか。うん、ここでいいな。で、ホワイトペース前に出して、メザリュー砲じゃなくてミサイルで倒せるかな。倒せねえし。あ、パーフェクトジュングだから地上出れんのか。よかったよかった。スレイブレイス。てかスレイブレイスもね、地上でしか使えないからね。そこがな。やっぱどこでも使えるやつが欲しいな。あとはこの戦車を排除していく。ファイナルになっちゃったよ。大して経験値も多分入らないのに。強力。ってことはあとこいつが2回攻撃してまた全機関すればいいわけだな。一回も使ってねえな。スパロボと違ってね、マップ兵器で敵を倒したとしても一体分しか入らないからね。で、一応アムロは出しとくか。じゃあこっちに。え、長っ。これか、このビームキャノンか。攻撃してみようか。この程度の敵なら。遅い。かわされた。やはり夜だから狙いがずれたのか。じゃあちょっと2歩くらい前に出ますかね。これでだいぶ減らせられんな。対大型なんだな、グレートジオングは。1万8000とか。めちゃくちゃ強いな。アムロのな、レベルも上げていきたいからな。アムロのレベルとシャアのレベルも上げたいからな。アムロはね、敷地がちょっとね、低すぎるんですよね。敷範囲1だからな、未だに。さあ、サクサク倒していこう。4レベルようやく。で、こちらも
下げない、マスターユニットなんで。防御力があるね、フルアーマーガンダム。フルアーマーでやっぱそうなのか。うーん、どうしよう、もうグループ攻撃で。あー、複数ロックできないんだ、1体しか出てないから。ということはレベルを上げたいやつ、あ、イフリートだ。イフリートはやっぱファイターを乗せたいよな。オッケー、じゃあ帰ろうっと。でこいつは多分もう次有効射程内に入ってくるかどうかな、微妙な位置だな。まあいいや、敵が何であれ強気に攻める。そうだ、アムロ相手には無理だよ、射程内に入ってねえし。こいつヒートサーベル、スパイクシード、ザクマシンガンで、ヒットポイントは9200か。ってことは、まず攻撃をして。運命とは皮肉なもの、でもやられるわけにはいかない、やらないわけにも。え、2800しか当たんね。次のターンまで持ち越しだな。ゲリラを全部叩いて、俺はさっさと退役してやる。くたばりやがれ、ジオンの残りカスが。やめたいならやめりゃいいじゃん。多分倒せねえな。こいつは俺が相手をする。隊長機か、遠方にも私を楽しませてくれる奴がいる。最後に出てきてさ、こいつは俺が相手をするとか言われてもね。で、敵のターンで倒すとちょっとめんどくさいことになりそうなんで、味方のターンで倒そう。何が来ようとも負けるわけにはいきません。言葉は丁寧だね。エリックを撃破だからね、こいつらぶっ倒しても大丈夫だよね。イフリートって何レベルまで上げればいいんだ。よし、超強気。開発プランを確認しよう。あ、4レベルか。あー、ダグシュナイド機、イフリートナハト、イフリートカイ、バリエーションが多すぎる。できればブライトで倒したい。そろそろちょっとアムロ一回下げるか。なぜこいつはグレートジオングを狙ってきたんだ。私の前に立つとは勇敢さがあだとなったな。こいつの目はどう見えているんだろうか。さて、じゃあちょっとこいつで倒しちゃいましょう。全員支援入れよう。やろうじゃねえか。遅いぜ。鳴らせない。まずはこの敵を叩く。
こうやって見ると完全にリンチだな。本当なのかって今まであれだけ戦闘してたじゃねえかよ。回収は完了したってさ、持ってから言えよ。ジオン残党も結構なモビルスーツ数持ってるね。イフリートナハト、なるほど、ジオンにとっては。ならば、イフリート・ナハトの性能テストをさせてもらうとしようか。マクベ大佐のチューニングも合うんだね。あ、こっちに出てくんだ。何これ。スナイパー的なゲルググザクアンだし、ザクアンスナイパータイプ。さて左と右か。もうこれはグレートジオングで、おお、ジャミングっぽいのがあるね。サクッと行きたいけど一旦待つか、来るのを。ザンジバルは前に出て、であとはそうだね、ギャンだね、ギャン。こいつはねファイターだからね。で結局リーダーを出さないと支援が受けられないからな。あと後ろの部隊は来るのを待とう。でホワイトベース、どうすかな。まあいっか、グレートジオングだけでなんとかなるな。メガ粒子砲撃て、
ギリギリ倒せないけど、まあちょっとこれはアムロだな。で、専用ビームライフル結構出力高いね。ザクくらいならギリギリ倒せる超強気で。あとは超一撃、9400か。1万はいかないんだ。でもザク相手に、で一旦待ちますか。でグレートジオングが随分アングリフでしょう。これは13000一発で倒せるよね。攻撃力めちゃくちゃ高いな。であと捕獲できるのもこいつらだけだから、捕獲しよう、捕獲しようじゃなくてスキルだ、サルベージしよう。でイフリートナハト、こいつらで相手をしよう。イフリートナハトはただ接近戦だから、この射程では攻撃してこないはず。ガトリング砲でも3だもんね。返り討ちにしてくれる。であとアムロ、倒せねえ。ドムを倒せないか。ザンジバルを前に出してかわされた。計画が狂った。そうするとビショップ、ダメか。ぐわーめちゃくちゃ強い。ゲルググ出して、こいつもなんだかんだで24レベルか、結構いったな。ギャンだな。でこいつらも近づいてくるのを待つか。対空キャン絶対無理だよ、反撃できないし。ジムコマンドを狙ってきたか。多分ね、全員で反撃してもね倒せないと思うんだよね。殺されてるし。え、回避率めちゃくちゃ高くね。何者だイフリートナハト。確かブライトとかってさ、これシリーズごとで分かれてるよね。アムロとかもそうなんだけど、でも当分はこのアムロを使っていかなきゃいけないからな。出撃イフリートはもう大丈夫。ジムカスタムを出すか。
こいつもジムライフルしか持ってないんだ。7000か。このトラックがついてるのに 68%、 機動力が高い。いや違う、ジャミングか。この存在感は貴様のようなやつがまだ連邦にもいたとはな。だがイフリートの敵ではない。打って変わって全部当たった。ジャミング機能で多分命中率がマイナス 10% くらい下げられてんな。ユーグとヒューカーター、ソーラーパネル、いいね。毎ターンエネルギー 5% 回復、これはいいものを手に入れた。ザクアンスナイパータイプか。これ1個確保して解体しよう。6000円か、安っ。ゲルググ、ゲルググはあとバリエーションか。基本的に宇宙用だな。ゲルググ M ってさ、そうだよね、全然強くないよね。ガルバルディで進めていく。ガルバルディ作るか。先へ進めよう。でこいつは、あれこいつ何作るんだっけ。ガンダムの7号機、ちょっと普通のガンダム7号機を作ろう。あれでも生産登録してあんな。じゃあ重装フルアーマーガンダム7号機、宇宙しか使えねえしこれ。まあいや、作るだけ作ろう。宇宙に行ったらアムロを乗せるか。次が宇宙かもしれないしね。まだ宇宙行かないと思うけど。でブルーディスティニーは多分2号機が一番使いやすいでしょ。でスレイブレイスはまあこのまんまにするとして、宇宙行った時の機体を用意しておかないといけないんだな。はい、というところで、じゃあプレイステーション3版のガンダム戦記第1話はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただけるとありがたいです。